こんにちは、長坂ですえー、Always、えー、とはちょっとまだ言ってないですけど、いつかそこら辺を交えた形でちょっと言ってみようかな。コメントいただきましたけども。えっ、ー、とですね、Xiaomi さん、えー、いよいよちょっとお話をしていこうと思いますが、まずは、Xiaomi さん発表されました Me9 Pro 5G のお話をしていこうと思います。ものすごい安い 5G スマートフォンです。スペックもなかなか素晴らしい。 ものになってます、えー、お話ししていきましょう。Me9 Pro 5G6.39 インチの有機 EL ディスプレイを搭載しております、えー。素晴らしい。大きいディスプレイはもう魅力的。えー、そこにーシースナドラ855プラス、ね。パワーも十二分ですね。そして。 バッテリーも強化されました。4000mAh に強化です、ね。もともとの Me9 Pro、5G 今回なりましたけども、4000mAh 増加、増量ということです。この増量されたバッテリー、有線では 40W の高速充電対応してます。そして、無接点充電、30W。これは今のところ一番早いんじゃないですか。 爆速でで一番早いいんじゃないですか無線充電で 30W での高速というところですまた他のデバイスへ分け合える充電も対応してますワイヤレスでねワイヤレスで分け合えますそのパワーも 10W というところですねなかなか素晴らしいことになりましたえー、当日の発表された時えー、iPhone だったりとか まあアップル製品をですねわざとですね充電するような、えー、動画を見せたりもしてましたうんもともとまあシャオミとして言いたかったのはアップル製品よりもバッテリー持つし友達の iPhone バッテリーなくなったら分けてあげることもできますよこのシャオミの Me9Pro5G だったらねっていうことでしょう あの中国語もちゃんと聞いてなかったし、あれはわかんないですけど、まあ、動画で言いたいってことはそういうことでしょうね。そういうことでしょう。アップル製品をわざわざ充電したってことはそういうことだと思います。なかなか面白い時代になりました。5G スマートフォンを、まあいろんなメーカーが、まあ主には中国と韓国のそれぞれのメーカーですけども出してますが、最安値ですよ。5万6千円からですからね。で、そしてこれあの中国の方での話にはなりますけども、 1>, あの1年間 1TB のクラウドサービスがあるんですがもともとあるんです俺が優勝の,の個人ねちゃんとそのセキュリティ担保されたクラウドストレージっていうのをまあ分けてあげますよっていうその優勝サービスがあるわけですけどもこのシャオミの Mi9Pro5G を購入するとそれが1年間の無償と <laughs> 今ちょっと噛んだ無償と。 いうところで使えます、ね、1テラを無償ですからね,ねシャオミさんなかなか太っ腹かななんていうふうには思ったりしますけども来ましたねこれがあの当時は俺,俺もあのリアルタイムでは見てなかったですけどもあの YouTube でそれなりにしっかりとあの最,最後見直してああこんなことやってきたんだっていうのを。 見てましたで中のインターフェースも変えてますねミー UI が11っていうことでなってきましてで、まあ、これも中国の国内なんであんまり深く解をれあの触れないですけどもその中国国内であの展開されてるようないろんなさまざまなサービスともあのその親和性が高いものに仕上がってるっていうような話がありました。ね、あのこの全体的に あのそのスペックをアップさせてまたバッテリーもしっかりとねあの容量増やすだけじゃなくってそういう充電方式もやってきてるっていうのはすごくあのメーカーとしては何て言うんですかね正しいというかしっかりしてるっていうところがあるんですけどもあのそれだけじゃなくって。 今回っていうのはまた新たな挑戦っていうのは一つされてますよね？で、xiaomi っていうのはあのブラックシャークなんかでゲーミングスマートフォンを出してたりするわけですけども。今回のあのえー、mini9 pro5g もスナドラ855プラスを搭載してるっていうだけではなくって、その冷却性能っていうところもしっかり考えられてます。液冷を搭載していて、まあ,あの lr ボタンのないゲーミング、スマートフォンといっても過言ではないような形に仕上がってきてるんですよね。はい。 なかなかあの全体的にあの今ができるところっっってていうのをしっかりやってますねまたそのバイブ機能あの、まあ、スマホがブルッと震えるやつ、ね、それもですねプレイステーションのデュアルショックとかあの持ってる方はわかると思うんですけどゲームをしてる時にえ震えるっていうところをさらに 4D 立体体験という形でバイブ機能を ゲームの時にもしっかりとこうあの何て言うんですかね体感できるようなものになってるよっていうところで新たにあの搭載してきていたりします。ね、またですねデザインラインにもなかなかあのこだわってる部分はあの見受けられていてですね今回あの発表されたのがあのまあ過去にも見たことあるよねっていうカラーリングなんですけどそこもしっかりこだわっていて200層ですよ200層あのこのコーティング 塗装コーティング200層であのグラデーションを演出してますなんてことも言われてたりします。なので中身そういうその あの新しいそのなんだろうインターフェースバージョンアップしましたよとかあとは SOC 最新のパワーのものですとかっていうところもそもちろんバージョンアップとしてやってきてるんですけどでバッテリーの容量も増やしてるんですけどそれだけじゃないんですよ細かなところとしてその充電方式、ね、最新のね Xiaomi として最新のものをやってきてますしバイブレーションなんていうそのゲームに関わるようなことそして冷却性能を高めるなんてこともそうです。使いいいい勝手というととうううころでののっっっててててしかかりと締めてきてるっていうか 詰めてきてきるというかそこらら辺もやられてますねでそして最終的にそのデザインラインというところで外見のデザインは大きく変えてないんですけど塗装っていうところもこだわってるんだぜっていうそこまで込みですよプラスそのサポート機能というところでクラウドですよね1テロのクラウドストレージもプレゼントです要は無償で使えるってことですからプレゼントですよそこまでやって5万6,000円ですからね <laughs> あの本当に素晴らしい、もともとですね、えーまあ、シャオミその中国国内だけでも相当数の,その販売体質が見込めるメーカーですから、まあ、そこら辺もあっての、ここまで価格を落としていけるっていうところですよね。だって、最初からそのメーカー発表で5万6000円なんですよ。 ちょっと経ったららいくらになっっちゃううのっていう話 <laughs> 本当にそれこそさちょいちょいその紹介してるワンプラスとかもね六6万円だ7万円だとかで発表されて今って5万円をね切るぐらいの価格に落ちてきたりしてるわけじゃないですかえナインナインプロ 5G のどうなっちゃうんですかね <laughs> 本当に、うん、だからゲーミングスマートフォンっていうのは今いっぱい出てきていて でそこにはあの最新のねそのスペック中も喜ぶような機能もいっぱいそのワンサが盛り込まれていたりするわけですよ。であの僕は私は最近ゲームやっぱするからゲーミングスマートフォン買ってみようかしらなんて思う方も結構いるとは思うんですけどただちょっとそのデザインラインがちょっと。 苦手なんだよねとあんだけちょっとこうメカメカしかったりとかその LED の演出っていうのは、まあ、本当はそれがちょっとね魅力としてねメーカーとしてはアピールしてたりするわけですけどもあのゲーミングっていうところがあのあんまりそういうふうにいわゆるそのゲーミングってこういうものだよねっていうデザインになってない方が俺は私は好きなんだよねっていう方にとっては。 ななななかなかかいいい選択肢なんじゃないですかねここまで低価格でしっかりスナドラ855プラス搭載してラムもね結構大容量もちゃんと積んでますしそして液冷であったりとか、ね、そしてバイブレーションというところでの演出機能っていうのがありますからなかなか素晴らしいね。あの日本国内であのー ね、参入だ参入な、ずっと言われてますよね。日本法人っぽいものも見つかったりとか、いろいろされてますけど。でも、全然来ないわけですよ。ね。そんな中、こういうものがね、発表されてきたりすると、また、一つこいつも。もう、日本にはい、起きてよ、という方。相当数いるんじゃないでしょうかね。もう日本無視され続けてますね。ね、市場として小さいですから、アンドロイドは。 うん、ほぼほぼアン iPhone が占めてしまいその小さな、ね、半分以下の,、ね、そのパイをアンドロイドでで、ね、それぞれのメーカーが食いあさるっていうねとこですからどうなのとファーウェイなのシャープなの,あのソニーなのサムスンなのっていうところでオッポなのっていうとこで取り合うっていうところでなかなか厳しいんですよね日本のアンドロイドのアンドロイド市場っていうのは。 アプリ,の,、ね、その,アプリの,そのデベロッパー的には美味しいマーケットになってるのは間違いないと思いますけどデバイスメーカーにとっては日本のアンドロイドなかなか厳しい戦場なわけですよ。本当だったら来てほしいんですが、えー、来たらまた面白いことになるのは間違いないですからね喜ぶ方も多いでしょうし「ブラックシャークね」 来てたりしますから、田さんの努力によって来たりしますからこういうねそのシャオミの本流のスマートフォンもね本当だったら来てほしいななんていうふうには思ったりします、ね、なかなか素晴らしいですねカメラ触れてなかったですけども3眼ですよこれもしっかりとソニー製のセンサー使ってますねソニー製のセンサー使ってますよええそんな中で5万6000円かなかなか優れてるな 優れてるこれは一番高くてラムが12ギガでストレージが512っていうのがあるんですよ。それで,それでも6万5000円ですからね日本のスマートフォンの,あのスペック考えた時にものすごいし、まあ、あとはもちろんこの iPhone なんかもそうですよね。ね15万だ16万だキャリアで買ったら18万だ言われてるところで。 同じ 512GB のストレージのあるこの Me9 Pro5G だと6万5千円ですから半分以下ですよすごいこれはすごいなうんもちろんそのベンチマークだなんだっていうところでの、えー、まあスコアもそうですし使ってるところでのその格付きとかそういうところそのアプリの切り替えであったりとかゲームのローディングの時間とかそこら辺ももしかしたらそれぞれでねあ,のあったりはするのかもしれないけど。 単純なそのスペックで見た時の価格っていうのはこれやばいなっていう感じはしますよね。ぜひぜひ日本でも来ていただきたいですしこれがねグローバル展開されるとまあ 5G としてはねあの日本では使えないとはいえこのパワーを持ちそしてこの見た目もありそしてその中身ねそのバッテリーの,その充電速度とかその液入れとかってそのね 付属されるような補足機能もちゃんとしっかりしてるっていうものでおいてはなかなか虎視眈々とはよはよとその通販サイトにねラインナップされるのを狙ってる方も多いんじゃないかなというふうに思いますもしですねこの動画を公開するまでの間にその通販サイトに並んでいれば一応載っけようとも思いますけどもまあ載っ,っ,っけてなかったらあまだちょっと載ってないんだなというふうに思ってくださいグローバル展開やっっぱりりねちょっと時間かかかますから そんなところです。xiaomi のミニナインプロ 5g のお話でした。アルファについてはまた次回ということで。まだ見てな。バイバイ。